サロン内にネイルもあるのですごくカラーしてネイルとかネイルしてカラーってもう一つで一つの場所で終わるのがもうすごいありがたいですね。はい、全部お任せしています。これは44でした。あ、じゃあ一緒にしよう。第3週間とかかな。1ヶ月はちょっともう伸びるのが気になるので、大体3週間ぐらいでは新しくしています。はい、なんかその季節とかその時の流行りの色とかを結構取り入れてもらったりして、もうネイルから楽しんでますファッション。今日はどんな感じに？今回は今流行っているシャーベットカラーっていうのを、まあ、前回もしていただいたんですけど、今回もそのカラーにマーガレットの絵を描いていただいて、あとストーンを散りばめてもらおうかなと思っています。カラーチャートっていうのがありまして、ネイルになるベースですね、あるんですけど、で最近は例えば今回だとここのシリーズに6番を混ぜてもらってるんですね。6番でよりシャーベットカラーに近いものになるので、結構最近はこの中でミックスしてもらってオリジナルの色でやっていただいてるので、なんかそれにハマってるっていうか。はい、絶対なんかこれ足にしても可愛いよね。今ちょっとあとストーンだけなんですけど、こういう感じです。5本全部色を変えていただいて、でシャーベットカラーにしてます。でマーガレットを描いてもらったと葉っぱをつけて、でポイントにこのブラウンを入れることで全体的にこう締まりあるパートに仕上がってます。なんか少しなんかポステルだと、なんか白多くてクリーム、なんかマットっぽい感じ。ストーンもいっぱいあるんですよ、種類。あー、本当だ。で、毎回、まあ、2、3色選んで、こう、散りばめてもらったりとかしてますね。いつももう使うストーンは違うんですか？はい、もう大体違う。今回はヴィンテージローズっていうちょっとピンクがかったオーロラですかね、とあとオーロラのストーン2色でお願いしてます。だからいろんなこのストーンで、あえてこうカラフルな感じ、ベースを例えばマットの1色にしてストーンをカラフルにしてっていうのをやってもらったことあります。しました。お疲れ様でした。ヘアもネイルも完璧に可愛くしてもらったので大満足です。はい、じゃあ帰ります。